行こう。どうもタンクポップ YouTube チャンネルです。私がタンクポップのわっこです。今日はワクワク絵画教室さんというところにまたまたお伺いしております。こちらもう何の山口さんってご紹介していいかわからなくなる。ワクワク絵画教室の講師の山口です。今日は講師の、はい、ワクワク絵画教室の講師であったり、はい、まあ、ちょっと前は越谷わざはくであったり、はい、地域のね、はい、七座町7丁目の会長であったり、はいはいはい、まあ、いろんな肩書き、お顔、はい、ご趣味、お仕事お持ちでいらっしゃるんですけれども、はい、今日お伺いしましたのでですね、はいはい、お届け物がございました、はい、あ、なんとこんなところにさりげなく置いてある、はい、こちらですね、はい、元気天夏、はい、夏っていうか初夏なの、ついこの間やった気がしますけどしますね、本当についこの間、まあ、大盛況のうちに ね盛り上がって、あの山口さんの金のナマズトートバッグ、はい、T シャツが飛ぶように売れたりとか、素晴らしい、いや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 、なんと今回も参加していただけるという、またやるんですねそうなりますよね、はい、まあ、じゃあ何か考えてみましょう。 ありがとうございます。普通1年に1回だろうという ね1年に1回だろうなと思ってたんですけど、私も思ってました。だいぶちょまだ油断してたんですけれども、チラシが出来上がった出来上がったんですねでも今回面白いです。ね、もちろん絵画、それからイラストとか、まあ、いろんなグッズとかもなんですけれども、こう化粧品のコスメの会社の出店があったりとか、もちろんタンクトップもライブとかグッズとかもやりますし、ちょっとまた変わった感じが、また楽しみですね。楽しみですよね。だから普通の、静かな感じで見るじゃないですか、普通、展覧会はそういうね、まあ、どっちかっていうと文化祭的な、そうですね、盛り上がりも、もう完全にそうですよ。よろしいんですか、なんかもう全然こう、まあ、ね、今日元気点っていうお話なんで、ね、そうですね、元気にするっていうことがお手伝いできたら協力させていただきます。ありがとうございます。日時が迫っておりまして、そうですよ、ね、まあ、会場がアートギャラリーガレージさんね、吉川市の吉川駅から徒歩5分ぐらいのところ で5月2日日曜日から9日日曜日まで、はいはい、ね、ゴールデンウィーク真っ最中も真っ最中で、で、タンクポップライブが3、4、8と18時からやらせていただいたりもします。で、お子様の高校生までのお子様は、テーマ膨らむぞ夢未来ということで作品を募集しております。で、こちらは無料で出品できます、ね、ブースを借りる方は、出店料がかかりますのでお問い合わせいただきたいんですけれども、そうね、壁だけ、机だけっていう方は5500円ですね。で、両方借りたい場合は1万円になって、ちょっと割引になるそうですね。はい。まあ、詳しくはですね、アートギャラリーガレージさんの方にお問い合わせいただければと思いますし、はい、タンクポップでも大丈夫です。でですね、私、ちょっと今ですね、こう、カメラをちょっと、もしかして越谷わざはくの時にもちょっと取材させていただいた時にリンゴ描いてませんでした？描いてました、描いてましたよね、はい、なんかパワーアップしてませんか？これ石膏像、これ私ちょっと美術をやってた時代があって、これまるちゃんですよ、まるちゃんですね、そっちじゃなくて赤い狐とじゃなくて、はい、マルちゃん、マルス、青年マルス、そうですね、青年マルス、これ、だってそんな、だって初心者でいらっしゃったんでしょ、はい、この時は、すごい成長なんですけれども、
すごいですね。ワクワク会が会えば3ヶ月くらい。ここまで。はい、すごい。わすごい。楽しいですか？楽しいです。楽しい。ましたね、元気点ですね、これね。あ、違うか。あ、そうですか。で、こちらでちょっとね、お顔出しなどは NG なんですけども、ちょっとね、作品は、あ、作品というかこうね、絵画、油絵をちょっと映らないように、映らないかな、これで大丈夫かな、こんな感じでね。また私がね、色が惚れてしまいましたね。青、白、濃紺のようなね、ちょっと赤も入ってて、あ、またさっきとちょっと変わりましたね、はい、赤を少しやめてみたんですか？赤はチラ見せのための下塗りですね。あ、そうなんですね。これこっからまたいろいろと変わっていくんですね、はい、これ私は聞いちゃったからあれなんですけど、テーマがあるそうなんですよ。今ちょっと映させていただいた絵画はね、まだちょ途中なんで、それはここではね、うん、まだあれですけれども、元気点で元気点ワクワクワクじゃ取りますか、ワクワクワク。まあちょっとね、出展者がまだ固まっていないので、まだ間に合うかな、うん、どんどん今ね、手を挙げ始めているので、うん、ちょっとでも興味のある方はね、お問い合わせいただきたいなと思っております。まあ、とにかくですね、コロナ対策とかも気をつけつつですね、元気にやっていこうと思ってますので、はい、はい、盛り上げていきましょう。盛り上げて、盛り上げるの得意ですもんね。とんでもない。野球の方ですとか、野球とかね、釣りの方ですとかね、リカちゃんにバービー人形か、球体観察関節人形、球体関節人形正式には、うん、あるみたいでね。あれのお洋服洋服はね、作りとかも、はい、なんか娘に頼まれて、すごいですね、作らされました。あの出羽公園のチューリップのこととかね、すごい、もうね、何やってんかわからない人ですよね。そうですね。いやそんなことないですよ。もうまあでも本職はこの絵画の方ですね、ですかね、はい、映像とかもやってるし、もうよくわからない。ね、美術一般ということ。美術一般ということでね。はい。まあ、会える日もあるかと思いますので、皆さんぜひ会場に遊びに来ていただきたいと思います。はい、では今日のタンクポップ YouTube チャンネルは、南越谷。はい。駅地下。駅地下。もう本当に地下。ワクワク絵画教室、はい、開催曜日が火曜日と土曜日、火土、はい、ね、ですね、お子様から大人の方まで、はい、ということで、じゃそれもなんかちょっとホームページとかを、ね、はい、貼らせていただきますので、ぜひお問い合わせください、はいはい、よろしくお願いします。いきなりの訪問にもかかわらずご対応ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では皆さん来てくださいね。金の生ズキンの生ズキンのハート、おいしいぞ出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、熱いうちに召し上がれ、やけどすんなよ。